はい、どうもご視聴ありがとうございます。浜太郎でございます。落ち葉の高原第4ステージやっていきましょう。私のチームは超重力で固めました。あのね、ダッシュ持ちでも別にいけると思うんですけども、まあダムスであればね、加速もしてかつキラーも持ってるで最適正なんじゃないかなということで使ってみてます。で、ここなんですけれども、このザコとスルと、まあ同時処理する必要は別にないんですけども、あ、削った。まあできれば同時処理が理想です。で、スルとは、削りができますね。削れます。で、このこっちのザコ、ほっといてもいいんですけども、まあほっといた方がね、楽です。クエスト内容としては。これ倒しちゃって、で、白爆撃ちます、こいつが。白爆撃つんですけど、なんとスルとが蘇生しない。はい、さようなら。これで突破ですね。本当であれば多分、ワンパンでザコ倒してからスルトにはまるのが理想なんですけど、別にそんな頑張んなくても単位に余裕はあるんで、ただ HP がね、問題 HP があれなんで、ここは倒しながら行きますけど。下跳ねた。マジか。厳しかった場合は別にほっといてあげて、別のタイミングでね、倒せばいいんで、これどうだろう。こんなもんかな。まあ、無理して倒さなくてもいいよってことだけです。はい、OK。まあ、多分最適はダムスだろうな。どうなんだろう。もっと強いキャラいたらコメントください。いると思うけど。妖精キラーもね、悪くない気がしますね。この HP 耐えれるでしょ。耐えれるのはどんどんハマりに行きましょう。この雑魚処理は一回逃しちゃうと、次のね、ターンになると移動しちゃうんですよ、スルトが。移動しちゃうとハマりづらいんで、もうハマれるタイミングでガンガンハマっていった方が早いです。で、ボスですね。ボスもやることは同じです。妖精雑魚とスルトがいるんで、まあ、できれば同時処理しましょうってやつです。え、マジで。それは想定外だ。それは想定外だな。倒せるかな？いっそやってみるか。はい、終わった。これ攻略動画じゃないね。まあ場所によってはね、あれですね、言い方を変えれば左下にまとめとくと瞬殺できますよってだけです。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。残りね、4分しかないんで、もう今日の動画は多分これで終わりでございます。5もね、一応残り4分で挑戦しています。では、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、この動画チャンネル登録しなくていいです。はい、バイバイ。